今日はなんか横目打ちでなんかさばきをやれって言うんだけどね。転換からやりましょうよね。転換。じゃあ普通の転換やりましょう。転換。普通のこういう強い人はこう自分が安定してる。いくら強くても、やったらやられちゃう。だから資格もらってるのが資格で自分が安定してる。ここで自分が安定してる。そしてなんていうの、待ってたら来るんだよってことね。それ待ってないでやるって、それ大事ね。関係ないの、関係ない。ごめん。そういう感じね。それでやりましょう。今日は転身とね、転身と入り身と転換の3つだと思うんですよ、横目打ちってね。それいろいろ、それから先と後の話あったよね。それでまあそういう話で、僕がやってんのはね、横目打ってきたら打たせちゃって打たせ、こういうところ気にしてたらボカってくるから、次ね、こう来たら打たせちゃってる。打たせちゃって資格もらっちゃった。そういう感じだ。ここ打ってくるのは気にしないの、あんまり気にし止めようとかそういうこと考えてないで、自分を標的見せて打たせちゃってるの。そして資格もらって、で遠く離れてるとやられちゃうから近く行って、そしてこう、そういう話ね。で打たせるって話ね、割と誤なんだけど、こう打たせちゃって、こうね、自分は楽。で、打たせるの。で、この手にこだわらないってこと。ね、もう打た、こっちでもいいや、こっち、打たせちゃってんの、こうやって、打たせちゃってんの。こだわってないの、これ全然関係ないの。そして、自分だけ守って、こう、守ってんの。こう、で、場所でやっつけちゃうって感じね。だから、こういう感じ。だから、打たせちゃって、5なんだけど、打たせちゃって。自分が守ってる。おい、守ってる。ちょっと、なんだ、5の稽古だっていう方に思ってやった方がいいかもしれない。で、打たせちゃってっていうのはすごく大事。ね、じゃあちょっとやってみましょう。打たせてるってみんなここ気になってんだよね。これ体、これ気にしてたら来ちゃうんだから、打たせてんの。打たせてるってのは、こう打たせて、やられちゃってもいいの。やられちゃっても、こっちの方が早いんだから。だから、打たせてないと、止めたり、なんか持つんだから、打たせちゃっての。こうやって打たせちゃったの。で、そのためにこの手があるの。この手、プロテクトしてんの。そして、この手に行くんじゃなくて、僕の自由なんだからね。自由なんだから打たせちゃって、ほら、こういうところ、自由。いや、何やっても自由。でも、同じところにフォーカスしてたら、彼の方が強いの。彼の方が先に出てんだから。だから、こう来て、そして、こうでもいいよ。こうでもいいよね。まあ、いいんだけど、要は気にしてないの。こういうとこ気にしないってこと。それの練習だから、打たせる練習ってのは5の練習なんだけど、気にしてないの、こういうとこ。みんな気にしてるから、こうやって、やられてるんだ、その前に。そういう話。で、彼もここ気にさせたいんだよね。こういうとこね。気にさせたいからこうやって打ってくるの。で、こっち準備しながら打ってくるわけじゃん。だけど、分かってるって。ここにやってんだもん。こういうとこ自由なんだもん。そういう話。それが今のやつね。今の5、割と5かな。今度は線のやつで、こうに入るの。彼が決断して振りかぶってきたとき、こう当たってんの。当たってんだけど、こう自分がこう、ほら、当たっちゃ嫌だから、
この手で防いでんだけど、こういうふうに入ったの。で、J 先生が言ったのは、この手は、この手がないとね、こう、きちっとやばいから、ここで、こう、入りなさいよって言ったの。そういう話だね。で、いつもやってるのは、もらったって。いつもやったのもらったって。それで、その後、この手、嫌だから、こう、僕はプロテクトして、こういうふうに入ってるの。で、こういうとこあるね。で、こういうとこはどうでもいいの。どうでもいいってのはないんだけど、当たっちゃ嫌なんだけど、練習だから、稽古だから、考えないってことが大事なの。こういう、この手をどうしようかって考えると、この手どうしようかってこの子が優先順位になっちゃうから、どうやって当てみれようかとか、どうやって順位になろうかとか、そういうことを考えてるの。その方が優先順位として高いの。だからこの手はどうでもいいこと。だからこの手はどうでもいい。こうほら、入ってるよ。で、こう当てみれるとか、こう自由になるとか、そういうことが大事ってことね。そして、こうほら、自由。ここは関係ない。ここは関係ないの。ここ関係ないの。で、J 先生がやったのは、少し離れて、こうやって、入ろうって、そういう話ね。それはどっちでもいいと思うんですけど、まあ、僕がやってるのは、こう、入ってきて、こういうところも関係なくて、こっちね、これ関係ない。それと同じで、こう関係ないね、関係ない、どっちでもいいよ、関係ない、これ関係ない、する練習どうすればいいのか分かんないんだけど、まあそういう話宣伝もらうにしても、まあいいや、じゃあそれ練習しましょう。これ関係ない、こういうところが大事、こういうところの大事、視覚の方が大事、視覚で、彼は、ほっとけば振り返ってくるんだよ。振り返ってこう、こうやってあるんだよ。で、お客さんに伝えたように手を置くとか、振り返られないように、振り返ってきたら、あれ、やっつけちゃうよって、そういう話ね。それはもう後の話。要は、この、横面打ってきた時に、こういうふうにほら、全然気にしてないっていう、そういう、それが大事だから。それが優先順位一番高いから。それができて、初めて、つながってるとかいろいろね、そういう話、ちょっと話長くなりました。難しいこれ、稽古しないとダメなんだよね。稽古しないと、これ稽古してくださいよみんなこ気にしてから、こうやってこっちのが大事なので、僕としてはこの後ろもらうっていうか、ここ足が自由だとか、この手が自由だとか、そういうことで王に入ってるだけなんだから、こっちのが大事なの。この手はどうでもいいの。この手を受けなくてもいいの。当たっちゃってもいいの。毎日当たっちゃって、ああ、当たっちゃったって。これ稽古だから。大丈夫、死なねえんだよ。だから、こうやってほら、スレスレで、髪の毛なかったら、まあね、もう少なくなっちゃったんだけどさ。まあ、そういう話、当たってもいいの。別に。当たっても、自分の、まっすぐしてるとか、視覚とか、相手の視覚とか、こういうとこ自由っていうのが優先順位。だからみんなこれを避けるためにこうやって稽古してんだよね、なんかね。避ける。どうやってやったら避けれますかっていう話なんだけど、どうやってやったら、こういうふうに自由にできますかっていうことに注目してほしいわけよ。どうやってやったら、なんて当たらないですかっていうんじゃなくて、どうやってやったら自由に動けますかって話だからね。そういう話したから。で、打たせろ、打た、こっちさばいてくれば、こうやって、ほら、この手にいかないことなのよ。この手に行ったらやられちゃうんだから、やられちゃうんだから、いや、この手に行かないで、こうもらうっていう、そういうこっちのことが優先順位なの。これで自由だって、そっちの方が優先順位だから、みんなこの手に行っちゃって、どこはね、この手に行っちゃってんのね。だからそういう話じゃん。こう、ほら、自由。こういうとこ自由。で、当たってない。ね、そういう。
その稽古方法はどういう稽古方法がいいのか分かんないんだけど、たくさん稽古するしかないのかな、分かんないけど。そしてまあいいや、そしたらぶつかる稽古もやった方がいいかもしれないね。でさっき J 先生言ってたけど、ぶつかる稽古、ぶつかった時にこうやって落としてくる稽古、ぶつけてバンとこう積み落とし落とす、こうにね、当たるの分かってるの、当たるの分かってるけど、ちょっと待って、こういうふうにガツってきたら、当たるの彼が分かってればガツッと来た瞬間にこっちが来るの、うんね、来るね。だからそれを外してこういうのね、資格もらって入る、下に落とす、ただ下のことしか考えてない、下は自由、プロテクトすることと自由になるってことしか考えてない、それが最優先。だからこう来た時にこう落とす、下に落とす、それが最優先。あんまりこの手をこの手をどうやって受けるか、そのテクニックじゃなくて、要はこう資格もらって下に落とす、そういう感じね。それができるようになると、こうね、気にしないでこう足が自由にさばける、こうさばいてね、こういうとこ気に しない練習だから、気にする練習、あのなんていうのかな、どうなってもいいのこれ、こっちの方が大事だ、そしてこう足が自由だから、こういう気にしないってことね、そういうことで下隅落としの、ね、下入って下に落とす。じゃあ下に落とすのとかいろいろやってみましょう。もう時間が、あのみんな頭良すぎちゃって、みんな頭良すぎるから頭で考えちゃってるのね。それでどうやってやったら防げますかとか、どうやってやったらこの手攻撃を受けれますかって思ってんの。でもそんなこと思わないので、来たら来たでほら、自分はほら、なんていうのかな、そんなこと考えないの、自分の本能に任せてんのかな、わかんないけどね自分の身を守るってことと、それは本能だから、だから相手にこだわんないっていうのは、頭の訓練のためにそういう訓練で今までそういう教育受けてきたのかもしれないけど、いいの、こう自分の身を守るので、やばいなってほら、やばいなってこう、やばいなって思ったら自然とそういう反応になるんだよね。優先順位もだから、そういう訓練をだから忘れて、自分がやばいんだよって、ほらほら、後ろね、急所だとか、後ろやばいんだから、いやだから、そなんていうの、自分の身を守るっていうことで優先だからね、殺されちゃったらどうしようもないんだよね、そこ最初に言ってんだけど、殺されないでこういうところやっつけちゃう、そういうふうにやってほしいんだよね。だからこういうところは関係ないの、ほら関係ないじゃない、全然どうでもいいじゃない、この一撃さえ やめればほらできるんだもんね。ところがみんなこういうところにとらわれちゃってるの、ほらとらわれて、どうやってコントロールしようかってことが、こっち来てんだから、この範囲に行ってくださいよって、それから やっつけるとかさ、稽古の量だから分かんないんだけど、自分でコントロールしてこんないと困っちゃうの。自分でやり方考えて、そこに集中しちゃったら、身を守ることね、この手、相手の手ばっかり気にしてこう、やってる癖がある人は、気にしない練習、気にしないんだよって、で、資格もらう。そういう練習をするとかさ、気にしねえんだよとか、ここで資格もらうとか。で、投げなくてもいいから、自分で考えて、やってほしいのね。それじゃないと、先生の言う通り、
先生ってなんかいろんな先生いるんだけど、こういうタイプどうやってやったらコントロールできますかっていうことを教えてる人が多いから、自分の身を守る、ね、身を守るの全然関係ないんだよね。身を守るって本能だから、身を守る。で、J 先生が言ってるように、この、まあいい、まあいい、まあ離れてるわ、全然来ないんだもん。安心なんだもん。ところが、間合いが近くなるとやられちゃうの。やられちゃうから自分がこうやってほら、逃げてんでしょ？それで四角入ってるでしょ？そういうことは自分で考えて、稽古の方法を考えてほしいのね。時間だから、じゃあもうちょっと楽しく。はい、あーやばいなって、こうね、やばいな、横目打ち、横目打ちでちょっとさばくで、こう J 先生ってもうここが間合いですって、これ以上入ってやられちゃう、だからやられないようにこうやってほら、やられないようにここにいたらやられちゃう、だからやられない、ほらやられないところ、そしてこう出す、でこうそのままたらこう向こうね、転換と同じ、転換と同じ向こうこっち出てもいいよ、こうやってこうやって入って、こうやって入って、こうやってね、こうやって入ってもいい、そして足を自由に使うってことね、打たせて足を自由に使って、でこうあの不尽してるのは自分だってことをよく分かって、もう少しあのあと一歩の、じゃあ誰が誰か誰か誰でもいいや、じゃあやろうか、呼吸をやりましょう、こういうこういうこういう呼吸をね、あの横目打ちで、横目打ちでこういうふうに打ってくんでもそうだけど、こあのこういうとこ打ったらやられ、こっちは待ってんだからやられちゃうのね、だから打たせる、打たせるって言うの、そうすると自分の中に入ってくるじゃない、だからこれもそう、これもそう、これもこうやってやらないで自分の中にこうやって入れてくるの、自分の中に入ってるって感じ、こう大きく入ってる、入ってるのね、で横目打ちでも同じ、同じな、同じ感覚なんだけど、なんていうのかな、やらせて、やらせてほらもらってるって感じ、やらせてもらってる、そういう感じね、これ突っ張っていったら自分でやったらダメなの、だからやらせてんの、突っ張ってやらせてんの、やらせて足ちぎる、そういう感じやった方がいいな、やらせてんの、ほらそういう感じの、やらせてんの、やらせてんのに乗っかってんの、ただ乗っかってるだけね、そういう話だから、じゃあちょっとやりましょう、で終わりにしましょう。